さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は11月13日、もういよいよあの文化祭のトークショーが迫っていますね。はい、楽しみではあるんですけれども、そして先日、インスタですね、おしゃれな喫茶店に行ってきたそうですね。喫茶店はいつもどうやって探しているんですか？インスタですか？愛花さんとのお出かけで印象だったことがあればという作家さんのご質問でした。作家さん笑ってる。作家さんいつもこういう喋り方するわけではありません。そうなんです、ちょっと前ですけど愛花さんと行ってきました。私が先日挙げた喫茶店2箇所挙げてると思うんですけど、このタイミングだとそう、インスタかなで見つけたんですけど、というかこのお店に関しては、その赤いソファーのね、お店に関してはもうオープン当初から知ってたんですよ。そう、建設段階から知ってたの。上げてるから、そこもインスタのアカウントさんがあるんですよ。アカウントさんだって、そう、東京郊外さんっていうカフェなんだけど、もう本当に最初の頃なんか建設の過程とかもなんか、あれこれじゃないかな、なんかどこかに上げてらっしゃって、ツイッターかな、うん、そう、それで、はい、行きたいと思って、なんか電車のなんか車内みたいで、窓がある席が、なんか丸い窓が好きらしくて、私はあーと思って一目惚れしちゃって、そう、行ってきたんです。本当に素敵な空間でした。ただそこに絶対座りたかったんで朝一で行ったんですけど、正解でした。もう訪れて、数十分したらもう満席になるくらい人気のお店なので。いや本当にね、コーヒーとかも美味しいのはもちろんなんですけど、ナポリタンとか、あとはピザトーストとかをいただいたんですけど、本当に美味しかったです。また行きます。あとね、写真撮影とか、SNS にだからまあ上げちゃうのも禁止なんだけど、それでも私がすごく好きなのは、私初めて行ったのね、17歳の時一人で入ったんだけど、渋谷にあるんですけど、喫茶ライオンって打つと出てくると思うんです。本当に昔からある喫茶店で、そこの2階席、そこのカフェ自体がレコードをかけてくださるんですよ。で、時間によってはライブじゃないけど、その楽しもうっていう音楽の時間があったりとかして、で、私はそこの2階の席の窓側がすごく好きで、それこそ本当電車の席みたいにこうなってるの。ちょっとわかんねえよって人は調べてみて。ただそこは写真撮影はダメなんですよ。おしゃべりもダメだから、一人で行って時間を潰したりとかするんですけど、そこの雰囲気もすごく好きで、すごく静かだよ。だからおしゃべりとか全然できないけど、行ってみるといいなって思う。ただ一人で入るときちょっと勇気いるかも。いいのかな、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが受付でいらっしゃったりとかするんだけど、そう、私はそこでいつもココアを飲むのが好きです。ぜひよかったら行ってみてください。ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネーム、ゴンボウホリさんからいただきました。ココちゃんが眠くなる場所はどこですか？ソファー。小原好美の心置きなく。改めまして、小原好美です。はい、ソファーですね。といっても、うちにあるソファーは、ギリ2人座れるかなぐらいの、ギリ3人ぐらいのちっちゃめのソファーなんですよ。グリーンの、背もたれがちょっと可愛い感じなんですけど。そう。あそこで横たわるとアウトだね。帰ってきてすぐ横たわったらアウトだね。何度かそのまま寝落ちしたことがある。
ただ最近はちょっと模様替えして配置を変えたら、あのミルがね、それまで引っ越す前はミルがそこのソファーが特等席だったの。だけど今のお家に引っ越してからはなぜかソファーに寝なくなっちゃって、あれどうしたんだろうなと思って、あの模様替えしたらもうそこでまた寝るようになって、何なんだろうね、うん、みんながこういるって見渡せる場所がいいのかね。そう、そういう位置にソファーをずらしたので今はミルが寝てます。うん、ということで、じゃあここからはふつおたを読んでいこうと思います。ココネームギアファイターさんです。ありがとう。ココちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しい放送ありがとうございます。いえいえ、先日鈴木亮太、市川葵の Be My Baby にて、小学生男子のモテ要素を大人向けに変換するという企画をしていました。ん？例えば、足が速いを大人向けにすると仕事が速い、ドッジボールで女子を守るを大人向けにすると、車道側を歩くなど。へー。二人が独自の大人向けモテ要素を考えていたのですが、その中で友達をたくさん作るを大人向けにすると小原好みになるという回答がありました。なんだそりゃ。あ、鈴木くんだったんだ。理由としては、友達が多いイコール人脈が広い、つまりコミュ力が高い、コミュ力が高いのは小原好みということだそうです。確かに各所で聞くココちゃんの印象は、事前に現場で会う人の下調べをしたり、リスナーが過去にどんなメールを送ってきたのか覚えていたりなど、人一倍コミュニケーションを大切にしている素敵な人だなと感じます。僕は逆に人付き合いが苦手で孤立しがちなので、ココちゃんが人付き合いで心がけていること、意識していることがあれば教えてほしいです。へえ、よく言い過ぎだよ鈴木。なんだろう、なんかあげた方がいいかな今度。そんなことはないけどね。ただまあ、人見知りは確かにそんなにしないかな。うん、コミュ力が高い、そんなこともないよ。あの、まあ言ったことあるけど、学生の時ほんと人見知りで、特に中学生の時かな。小学校の時はそんなことない。ただ中学校の時に人見知りになって、で高校からはまただんだん大丈夫になってきたんだけど、何なんだろうねあれね。なんかあったわけでは全然ないんだけどね。そう、なんか初めましての人がこうわーっている中で、なんか黙ってるっていう自分に我慢できなくなっちゃうんだよね、単純に。で今後ご一緒に仕事するなっていう人は、もうなんかある程度のこう距離感というか空気感になりたくて、だから割と自分から声かけちゃうんだよね、あの話す内容なくても。一回あるのは、って言って声かけて、したら、何って、話したいっていうか内容はないんです、ただお話をしたくてってストレートに言ったことがある。したら、何話しましょうかって言われて、お茶を持ってきますねって言ってってこれどこがコミュ力高いのって感じじゃん。いや、なんか何も考えずに結構アタックしちゃうことも多々あって、だからね、全然そんな、鈴木くんは言ってくれてるけど、そんなっていう、あの、なんだろう、全然喋れなくなっちゃった。そんなやつじゃないんですが、ただまあ鈴木くんとご一緒してるのは、だからまあかぐや様になるよね、になってくると、おー、なんかね、なんか、この座組は大丈夫って思ったのと、あとはね、私以外みんな人見知りだったんだよ、かぐや様って最初。そう、みんなさ、作品でこの役を真っ当にこう演じなきゃっていう気持ちは十分あるんだけど、それ以外は全然面識ないから、っていう空気感があったの、なんか。だから、ダメだと思って、皆さんは何とかなんですかとか言って、あおちゃんはこうなのとかっていう風に言ってったら、だんだん興奮になってった。そうそうそう。だからこの前、そのイベントでご一緒した、あのサプライズゲストで
デイツーの時来てくださった鈴木愛理さんとも裏でちょこちょこお話できて楽しかったなぁなんて思い出もあったりしますが、ね、なんかコミュ力高くなりたいよね。私もちょっと目標の一つではあります。ちょっともっと磨かなくては。はい、ということで続けて読んでいきます。ここネームナミアットマークハンドメイドさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。ところで最近ココリスさんはお元気ですか？うん、インスタグラムを拝見していて我が家にもココリスをお迎えするくらいココリスのファンになりました。あ、ファンにもなりました。ありがとう。そんなココリスは私が参加しているハンドメイドマルシェでお店の看板店長として活躍してくれています。へえ、行き交う小さなお客様にもこのリスさんかわいいと好評で流れで作品の購入をしてくれることもあり、うちのココリスは商売繁盛の神様にもなってくれています。なかなか直接はココちゃんに応援している姿勢をお見せすることはできないのですが、福岡の端っこで我が家のココリスと共にアニメやラジオなどのコンテンツ越しにこれからも応援させていただきます。え、嬉しい。写真をつけていただいて。本当だ、看板店長してる。え、すごい。ちょっとしか見えないけどすごい。レースっていうかレースっぽい、あのなんだっけ、コースターとかいろいろあるね。レースイヤリング、リボンヘアゴム、ハーバリウムボールペン、すごーい。すごい手作り感あるいいグッズたちですね。かわいいなー。うちのココリスは今飾り棚のセンターを担ってくれていまして、藤原やミッフィーさんやあのいろんなキャラクターがいる中で先頭にいてくれているんですが、棚にどん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 物が増えていくからもう落ちる寸前になっているからちょっとお引っ越ししようかな。あの最近 YouTube 始めまして、前回もお話したと思うんですけど、あの棚ができたんですよ番組内で。そこにもミッフィーと一緒にあのちょこんって並べるべく連れて行こうかななんて最近思っています。なので今後も会えると思うよ。はい、ではでは読んでいきます。ココネームしそっぱお兄ちゃんからいただきました。ココちゃんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとう。さてココちゃんは今年の目標は覚えていますか？アニメにラジオにイベントに大活躍なココちゃん、本業ではすごく目標を達成されているような気がしますね。私的な目標とかあったらぜひお聞かせください。ちなみに私は同じものを買いすぎないですが、同じものを買う癖が治らず苦戦しています。ではでは。どういうことだろう、同じものを買いすぎないって。お団子ばっか買っちゃうとかそういうこと？違うよね。え、今年の目標忘れた。なんだろう、なんか言ったっけこの番組で。でも誰も覚えてないから何も言ってないじゃないかな。でも、あ、まあ、あるけど、あったけど、半分かな、達成できたの。なんか、写真集を出すとか、あとは、まあ、ちょっと YouTube とかね、あの、いろいろあったと思うんだけど今年、まあちょっと振り返るのまだ早いけど、だからあの本業以外のことでもなんかいろいろと頑張りたいっていう目標はあったの。そっちの意味では叶えられている最中かなっては思うんだけど、やっぱり一応声優というか役者ではあるので、なんか一個一個の役とより向き合いたいっていう目標は変わらずあったんだけど、あのもちろん 100% の気持ちで挑んではいつもいたんだけど、自分の満足いくところまで持っていけてるかっていうと、ちょっとそれは達成できてないかなっていうふうに思った。なんか、まあ理由としては、最近ちょっとあの、岸さんにお会いする機会があったんだけど、あの、月が綺麗とか遊び遊ばせの監督の岸誠二さんね。あの、まあちょっと時系列はお話しできないんですけど、ちょっとお会いするタイミングがありまして、そこであのお芝居のこう感想っていうか、あの
なんだろうな、初めて出会った頃に比べて今どうなってるかみたいな話をちょっとしてくれたの。その時になんか、なんだろうな、キッさんのそのストレートに感じたこう感覚の気持ちを伝えてもらって、私としてはなんか、ああそうなんだよなって改めて感じたのと、なんか、なんだろうな、いいことはいい、変わってしまったことは変わってしまったとかってストレートに言ってくださるんですよ、岸さんって。そうだから、そんな中いいところもあるとは思うんだけど、でいつもなんかいつも褒めてくださってたのね、私のことを。だけどこの前お会いした時はなんかこういう風になってきたかもしれないとか、もうちょっとこうであってもいいと思うんだけどなっていうお言葉をいただけたの。その時になんか、なんだろう、いつもさオーディションとか受けたりとかさ、作品やっててもさ、誰もなんかこう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 でとかって分析してくれる人はいないわけだから、だから改めてそうやって言ってくれるっていう存在に感謝なのと、あ、多分私今一番欲しい言葉ってこれだったのかもしれないと思って、悔しいんだけど嬉しくて、あとはなんか明確にこう目標をバッて見せてもらえた感じがして、なんか泣いちゃったの。そう、ああそうだよな、表現ってそうだったよな、なんか自分がそうでありたいっていうものからそれてきてしまっているかもしれないって、なんかうまくこう伝えるとね、全部はちょっと悔しいから言いたくないんだけど、なんかそんな気がして、なんか一番欲しい言葉をああくれるなこの人はって思って、そう、あの前お会いしたイベントの時にあの写真集をお渡しして、その時に私が思ってることを書いたんだけど、私のお父さんっていう風に書いたの、岸さんにサイン書いた時に。だから本当にこの業界においては、私の本当お芝居とか一番最初に出会っていろいろ教えてくれた、教えてくれたって言ってもこうするんだよああするんだよって言うわけではないんだけど、なんか本当に自由な環境を与えてくださった上で自由に表現させてくださる方だから、なんか本当に私にとってはお父さんみたいな人で、あのお芝居の世界ではね。だから、あー、またなんかありがたいお言葉をいただいてしまったって思って、なんかまたこう岸さんの前でっていうか、お芝居する上でどん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 なんか自分の中でもうちょっと成長できたらいいのにな、したいなっていう風に思った瞬間がこの前ありました。だから今年はまあもう少しで終わっちゃうけど、来年もなんかより磨けたらなって、ちょっといろんなものを見たりしないといけないかなって、自分の中にあるだけではちょっと限界があるのかな、わかんないけど、うん、ちょっと修行をしなきゃなって思いました。はい、ということでふつおたはここまでとさせていただきます。ではでは、ここからはこちらのコーナーをお届けします。ココちゃんごめんね。こちらは皆さんからいただいた小さな日常の懺悔を私に告白してもらうコーナーです。では紹介していきましょう。ココネームハーチさんからいただきました。ココちゃんごめんね。この前友達と旅行用のおやつを買いに行ったのですが、3日も経たないうちに全部食べちゃいました。また後日友達に付き合ってもらって再び一緒に買いに行きました。ごめんなさい。また友達に付き合ってもらったんだ。一人では行けんのかい。そっか。いや、家にお菓子あるとほんとダメね。ね。食べきってしまえばいいんだって思ったりとかするよね。いや、よくない。はい。でも捨ててももったいないしな。うん。美味しかったですか？うん。美味しかったよね。はい。続けていきます。ココネームまったりさんからいただきました。ココちゃん、ごめんね。寝る前にラジオの投稿していたら、そのまま寝落ちして、携帯をあらぬ方向に吹っ飛ばしちゃいました。手に持っていたはずなのになぜか足元から見つかるなんて不思議ですよね。確かに、どういう寝方したら行くんだろう。たまに携帯が背中にあることはあるけど、それもなんでなんだろう。寝相悪いのかな。あ、でもちょっとこの前、
ミルを背中にして寝てたの。壁と私で挟むみたいな。でもさ、嫌だったら逃げるじゃん。あ、ごめんねって言ってちょっとどいたら、ふん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 って言われて、でまたふって乗っかってみたら、ふんつって寝たの。多分お気に入りなんだろうね。くっついていつも寝てます。はい。では続けて、ココネーム雪女さんからいただきました。ココちゃんごめんね。パジャマとか全く用意せずにお風呂に入ってしまい、母に手間をかけさせてしまいました。ごめんなさい。方針最後で浮かれてました。あ、なるほどね。なるほどね。うちもね、方針祭やってた時、弟が泊まりに来てたんですよ。で、ちょっと恥ずかしい話すると、脱衣所にパジャマとか私持ってかないのね。なんせ一人暮らしだから。バスタオル巻いてバババってリビングに現れて、っていつもしてんだけど、さすがにさ、弟とはいえさ、二十歳の男の子がいるわけじゃん。いや、私はいいけど、弟は嫌かもしんないじゃん。姉のなんか見たかねえよ、みたいな。だから、久々に脱衣所になんか、パジャマとか持ってってるときは、あ、私、弟に気使ってるとかって思った。はい。何の話だろう。はい、じゃあ続けていきます。ココネーム、なんてこった山口さんです。ココちゃんごめんね。うち埼玉出身なんやけど、関西弁ぎょうさんつこて萌え台詞とか書きまくってほんますみませんでした。しかもそれを関西出身ちゃう声優さんに何度も読ませてしもうてほんますみませんでした。せやかって方言女子は可愛いからしゃあないやん、聞きたくなるやん。絶対違うんだよな、なんか歌で言う音痴みたいに今なってたと思う。初見で読むのはむずい。そっか、もう覚えてないよ、萌え台詞。そっか。関西弁なんかさあるよね、外国語とかさ方言とかさ、恋人とかでいるとなんか映るとか覚えるって。いないかな、関西の友達。いないな。はい。あ、いるか。え、いない。まあいいや。じゃあ続けていくね。ココネーム、のぶちぃさんです。ココちゃんごめんね。そうだ、ココちゃんにお手紙を書こうと思い、ココちゃんへの愛をばーっと書き綴ってみたら、めちゃくちゃ重いラブレターになってしまいました。さすがにこれは送れないので書き直します。もう十分伝わっておるよ。あ、そう。確かに、重いわな。でも、重いっていうの、のぶちぃさんだけじゃないかな。なんか、それが許されるような気がする。うん。いつもありがとう。十分伝わってますよ。はい。では、続けていきます。ココネーム、シルバーさんです。ココちゃん、ごめんね。休みの日の夜、明日から仕事があるという憂鬱を吹き飛ばすためにお酒を飲みます。その時は、酔いでごまかしていますが、次の日の朝になるとまた憂鬱になっちゃいます。ごめんなさい。あー、なるほどね。特に、そうだね、日曜の夜とか思っちゃうかもね。私、この前、丸一日休みだったんですけど、方針祭の後っていうこともあり、多分相当疲れてたんだろうね。泥のように眠ってました。はい。起きては何か食べ、飲んで、お酒は飲んでないけど、猫たちと少し踊るんですよ。そう、踊り、寝て、また起きて踊りって。踊るって何って思ってるよね、きっと。はい。では続けていきます。ココネーム、猫ヘイコさんです。ココちゃん、ごめんね。面と向かってココちゃんって呼ぶの気恥ずかしいんで、今度から女王様って呼びますね。できんです。やめなさい。変なあだ名を作るのはやめなさい。もうココちゃんか小原さん、何でもいいって言ったら女王様も OK になっちゃうのか。ココちゃんか小原さんのどちらかにしてください。はい。絶対女王様って気持ち悪い。あ、言っちゃった。何でもないです。
はい、なんだろうね、猫英語を考えると気持ち悪いって思っちゃうんだよね。はい、うん、なんでもないですということで、皆さんからの小さな懺悔お待ちしております。以上、ココちゃんごめんねでした。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ココネームナミアットマークハンドメイドさんにお送りしたいと思います。お揃いのココリス、そしてそちらでは看板店長として活躍されているそうで、うちのココリスはどうしましょう。インスタ最近出てきてないんですけど、ちょっと YouTube の方にひょこっと座っててもらおうかななんて思いますので、よかったら見に来てください。お揃いで嬉しいっていう気持ちを込めてお送りします。そしてさらに現在 A&G ショップにて A&G オールスターで発売されたイベントオリジナルグッズが発売中です。よろしくお願いします。では私からのお知らせです。アイ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 スクリーンダブルにてストッチーを演じております。その他いろんな作品にお邪魔しております。そして11月20日に慶応義塾大学の三田祭にて特賞を行います。詳細などは公式サイトをぜひチェックしてみてください。そして小原好み公式 YouTube チャンネルを開設いたしました。チャンネル登録よろしくお願いします。まだそわそわしているので恥ずかしいです、読むの。よろしくお願いします。そして今回の今週の一言は、ココネームカホーさんからいただいた一言です。設定ココちゃんの肩にココちゃんの肩に頭を乗っけて寝ていた彼に向かって、彼だってお前の肩になんか寝たくねえよって人は聞かないでね。はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。